こんにちは。エディコムではいろんなソフトの使い方などを紹介していきます。今回は未来的なトンネルの作り方です。完成動画はこちらです。それでは早速行ってみましょう。新規コンポジションを作ります。名前はトンネル、サイズは1920×1080、 29.97 フレームで作っていきます。新規平面を作ります。名前はフラクタルにします。エフェクトのフラクタルノイズを適用します。フラクタルの種類をダイナミック、ノイズの種類をブロックにします。コントラストを上げて明るさを下げていきます。エフェクトのモザイクと輪郭検出をかけます。輪郭検出の反転にチェックを入れてモザイクの数値を調整していきます。さらにベガスをかけます。線分数を1にして回転にエクスプレッションを入れていきます。回転のストップウォッチの上でオプションクリックしてエクスプレッションをオンにしたらタイムアスタリスク300と入力します。これで一度再生してみましょう。ベガスの他の項目はお好みで設定してください。新規コンポジションを作って名前をメインにします。新規平面を作って名前を BG、 色を黒にします。先ほどのトンネルのコンポジションを乗せてエフェクトをかけていきます。まずは CC シリンダーをかけてコンポジションを丸くします。 X の回転にマイナス90を入れて穴の中が覗けるようにします。Z ポジションで筒が手前に来るように調整します。レディウスを少し下げて筒を細くしていきます。ライトインテンシティを上げて光の強さを強くして角度を0くらいにして下に光が当たるようにします。このままだと筒が短いので長くするためにシリンダーの前にモーションタイルを入れて伸ばしていきます。出力高さをぐーっと上げて奥に伸びるようにしましょう。これで再生してみます。新規シェイプレイヤーを作って名前を円に変えて楕円形と線を追加します。線幅は10にして色は白にしておきます。サイズを結構大きめにしておきます。これをリピーターで増やしていきましょう。リピーターを追加してリピーターのトランスフォームの位置を0にしてスケールを下げていきます。コピー数を上げていって奥の方まで円が来るようにしましょう。次にオフセットのエクスプレッションをオンにしてタイムアスタリスクマイナス2と入れます。破線を追加して少し線を途切れさせます。プラスを2回押して線分と間隔を表示させて調整します。
お好きなフォントとサイズでテキストを打ちます。出来上がったらプリコンポーズします。名前はテキストコンプにしておきます。 Z1 でテキストを少し奥の方に移動させます。新規カメラを作成します。プリセットを 28mm にして OK を押します。位置にキーフレームを打っていきます。はじめはテキストが遠くにあって徐々に近づくようにします。イーズをかけて最初ゆっくりになるように 100% まで引っ張ります。再生するときに重い場合は解像度を下げて再生してください。調整レイヤーで整えていきます。一つ目の名前をグローにします。まずブラーガウスで少しぼかして、その後にグローを適用します。色位置や半径を調整します。次にトーンカーブを入れます。トーンカーブで少し色を入れていきましょう。お好みになるように調整してください。2つ目の調整レイヤーはアンシャープマスクと名付けます。エフェクトのアンシャープマスクを適用します。画像を参考にして調整してください。少しキリッとさせるイメージです。3つ目はブラーにします。まず目印のために塗りを追加してください。マスクを作っていきます。楕円形ツールで真ん中から円を描いていきます。反転にチェックを入れて、ぼかしと拡張で調整します。この色が赤い部分にマスクがかかるイメージです。できたら塗りを消して高速ブラーボックスを適用します。最後はカラーです。色相彩度を適用してパラメータを調整します。テキストコンプを複製して非表示にしておきます。次にヌルオブジェクトを作成して、エクスプレッションのスライダー制御を適用します。ここにトンネル、円、テキストの不透明度をつなげて一括で制御できるようにします。まずエフェクトの鍵マークを押しておくと作業が楽になります。先ほどの3つを選択して不透明度を表示させます。エクスプレッションをオンにして、スライダー制御にピックウィップでつなげます。
つつなげた後はコピーでも大丈夫です。これで3つの不透明度がスライダーのみでいじることができるようになりました。スライダー制御にキーフレームを打っていきます。頭はフェードインして、カメラが止まる少し前からフェードアウトさせていきます。イーズをかけてフェードアウトの方はゆっくり消えていくように調整します。先ほどの複製したテキストコンプをカラーの上に持っていきます。スライダー制御のフェードアウトと同じタイミングでテキストがフェードインするようにします。下にあるテキストコンプに輪郭検出を適用して反転にチェックを入れます。今回の動画は以上です。いかがでしたでしょうか。 CC シリンダーの中を通るとトンネルみたいにできるので、いろいろなパターンで作れそうです。もし違う感じで作った方いたら、ツイッターでぜひ見せてください。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。